2023年6月23日に TBS で放送したこの歌詞が刺さったグッドフレーズにてバンプ・オブ・チキンの曲が紹介されましたバンプ・オブ・チキンが18歳世代のために書いてくれた曲同じように悩みを持っている人がいるのにそれに気づけないもどかしさを歌詞から感じられてすごく共感した私みたいな殻にこもっている子も聞いただけで一人じゃないって思える 出会えてよかった。と紹介されたのがこちら。バンプ・オブ・チキンの窓の中からです。そして、グッドフレーズがこちらの歌詞です。右上のワイプに映っているチャン・カワイさんは、グッドフレーズの歌詞を見て、思わず泣き出してしまいました。そんなチャン・カワイさんも号泣した窓の中からのミュージックビデオと、 NHK で放送された18フェスの動画のリンクを概要欄に貼っておきます。